皆さんこんにちは、助役役の山西敦史です。黒澤明さんのあの名作がミュージカルになるんだっていう驚きと、それを加賀さんと市村さんが主演でって、これはすごいことになるぞっていう、もうそれでしたね。そこに参加させてもらえるのっていう、そういう驚きと喜びとみたいな感じでしたね。本当に加賀さんも市村さんも大尊敬する先輩なので、その二人をこのいじめ抜くっていうのはなかなか心苦しいものがあるんですけども、そこのところはまあ心を鬼にしてですね、憎まれ役に徹したいなというふうに思っています。まあ油断すると僕人の良さが出てしまうんでね、そのあたりをなるべく出ないように、頑張りたいなと思っております。もう生きるっていうことに関してこうスタンダードなテーマを扱ったですね、深い作品になっていくと思うので、もうあらゆる世代の方に楽しんでいただける作品になると思うので、ぜひ見ていただきたいなというふうに思います。